せーの、パパラピーズです。今日はね、はい、パパラにしては珍しいというか、うん、普段から行くけど、うちらがやったら、いや動画的に絶対需要ねえだろうね。田中側ね、うん、あの女の子やから、まあ、個人チャンネルでやってるしな。そう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 、そもそもでも僕も好きなんだよ、めっちゃ。そうですね、そうね。ジンジンがどうしても今回アットコスメちょっとやりてえみたいな、ちょっと田中が頼むみたいな感じで言ったらやろうやーみたいな感じでということで、アットコスメ10万円分のコスメでもう爆買いしてる。イエーイ。5万円分ずつ、そうね、5万円分、はい、それぞれ購入してきましたので、今回に関しては多分私ガチで選びすぎて量が少ない。あと欲しいものの値段が高かったりとか、うん、俺もガチで選びすぎて量が多すぎちゃった、汗汗って感じ。あ、ほんま、どうしよう、待ってね、ごめん。いや、すごいよ、寒暖差すっげんだ。今日めっちゃ寒いで、各地は雪の日ですよ、今日。どの現場でもさ、移動寒くて中入ったら暑いからさ、最初の10分間ぐらい汗でこうやってやっとるよな。確かに寒暖差暑い。じゃあちょっとさっきあんたからやって、うん、そうね、俺さ多分なんか2個出しぐらい行った方がいいかも。そうね、で俺事前に、うん、あのちょっとレビューしたくて。あ、もうさっき使ったってことね、うん、はい、ほな行きます。今回2人ともガチですから。ガチですからね、ほんとにね、もう笑わんといて、ジンジンかっこ爆笑ガチやんみたいな。今回もう一押し、それ一発目出すんですか。もう一発目まだか。温めちゃおう、温めちゃいます。やめて、ここ痛いね、います。あの点滴の後で。ごめん、すごいやばい。ごめんごめんごめん、大丈夫。いきます、せーの、せーで、じゃん。これソムソルトのね、これあのビタミン C のねものが配合された、はいはい、バスソルト。そうね、これいいよね。そう、これはねもうよくあの僕使うので、なんか毎日の入浴にいっぱい汗かこうという時に。マジでいいよ。いいよね、ソムソルト。私もう何年か使ってるけど。あんたも使うよな。ずっとなんか僕汗かきたい時はマジで。そう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 、いい。そしてそして、はい、ユンスのこちら美白シミのね対策の、生ビタミン C。あー、そう、これ美容液のやつ、塗るやつね。そうそう、ただのビタミン C でも、うん、本当に肌に浸透しやすい形状のビタミン C のあの商品がいろいろ今たくさんあるの。これめちゃくちゃいいです、大好き。私はほぼコスメ、スキンケアは今もう固定のものしか使ってない、うん、じゃん、ザ私にもってこいの商品ですね、はい、これ。スマホ疲れにホットイヤリングっていう、なんかあの聞いてます。うわ、入れ忘れて、入れてないんだ、レジのところ。あ、レジの近くで。だからあの肩とか首とかにも使えて、うん、あと耳に貼ったりとかもできるんですけど、やっぱ耳って凝るのね、凝ってるのみんな知らん間に。ツボとかあるもんね。ある、ほんまにこうやって やるだけで、うん、だいぶ違うぐらい耳をほぐすって大事なんですよね、うん、ホットアイマスクの、うん、ミニバージョンのやつやんか、紫色のやつ。そうそうそう、あれをずっと使ってはいたんやけど、うん、あれなんかね、元のやつをなくしちゃったら使われへんくなんねんか。え、あれ中身だけ変えたりするの。あ、ほんまはそのなんていう入れ物、うん、本体みたいなのがついてて、そうだから、そんなんなくても使えるように。じゃじゃん、コスメデコルテの、サンシェルタですね、うん、こちらあの下地なんですけど、もうカバー力がすごいあの高い日焼け止め乳液、うん、化粧下地なんですけれども、ノーファンデの日とかにちょっと使いたい、自分はね。そう、うん、すっぴんの日ってやっぱ無防備、はいはい、肌には優しいかもしれない、でもすごい UV とかいろんな紫外線浴びちゃうから。そうね、肌には良くないの、実はすっぴんって。でも何かこう塗っておかなきゃみたいな感じの日に、はい、これ一本で済ませる日、休みの日。続きまして、じゃじゃん、これナンバーズインのこの3番のやつ。じゃ、毛穴がめちゃくちゃ開いてる人ほどめちゃくちゃ痛く感じるパックで、めっちゃバズってたやつ。これが、そうだから、これが痛い痛い痛いって感じる人ほど毛穴がすごい開いてるよーみたいな。どうなん、使ってない。あ、使ってない、初めてね、うん、これね、2枚ちょっと使ってみたので、ちょっとあんたにもプレゼント、使ってみて。突然のプレゼントいいですか。なんとなくありがとうございます、うん、いきます、せーの、じゃん、ウーニの、メイクアップスポンジなんですけど、ただのスポンジであの水含んでやるやつやねんけど、うん、私のメイクはブラシでやるっていうよりは、うん、基本スポンジで全部仕上げるんですよ、うん、そうだよね、うん、いつも使ってるのはアンドビーのやつやね、はい、あれはもう天才、あれしか逆に使わんねんけど、うん、あのアットコスメ売り切れてて、なんか似たような、まあ、色も似てるし、うん、と思って、なんかちょっと良さそうやなと思って、しかも2個入ってるし、うん、っていうので買ってみた。じゃじゃーん、クレンジングタオル、これね、これ今もう洗顔は絶対もうこれで、あら、あの使うようにしてます、はいはい、次どうぞ。タオルタオルでいくんですけれども、はい、前田前田みたいな感じで、せーの、
ダン。美容師さんが考えた髪のためのタオル。あー出ました、こういうやつね。うん、私こういう系信用しないねんな。え、怖っ。美容師のなんかちょっと免許持ってますからって、ちょっと先生、そういう意味じゃなくて、このタオルの質感でいいと思ったものない？うん、もう分からん。このちょっとタイトルが面白いから。確かにね、まあ、そう、ドライヤーの時間をグッと短縮やろ、熱ダメージも軽減。本当？そうやね、そう、ほんまかって思うね。滑り止めキュッっていう感じになるかもね。手にかかるやつ。あ、ほら、あ、でもこれを頭にやってみたらキュッてなんねん、多分これ。キュッキュッと押さえ込むんじゃない？あ、そういう系ね。じゃあ続いてファンデーションです。はい、じゃじゃん。シピシピのね、フィットスキンクッションファンデなんですけれども、うん、これセットある、セットで、せーの、じゃん。これ僕もう本当にガチ愛用してる。これいいよね。そう、マノフレのね、このシピシピアイブロウブラシ、うん、これ僕涙袋で使ってる、うん、こっち太いのと短いのあって、この短い方で僕涙袋を書いてるの、影をね、書いてて、はいはい、出張で、うん、なんかあのメイクバッグを落としてしまって、そしたらこの細い方がくねって曲がってしまっていやってなって、すっごいね、そんなあれなったんや。使ったことなかったから、うん、シンプルにどんな感じなんだろうか、レナチさんのちょっと腕を、うん、お手並み拝見、お手並み拝見って感じでね。嫌な友達こちらでございます。あ、ローズローズ。そうね、ローズローズ、まあ、うん、これはお手軽で、うん、まあいいっていうのでマルチファンデブラシなんですけど、そのファンデをずっとこのねスポンジだけで塗ってるタイプやってんけど、うん、最近ファンデーションの塗り方をちょっと変えたのね、うん、ってなった時にスポンジだけじゃちょっとむずいなっていう思ってて。あ、そうなの。なのでブラシを一回買ってみようかといって、全部をブラシでやりたいわけ、まあ、そういうことでみたいな、うん、うわ、これはちょっとお試し。せーの、じゃん。コスメデコルテのこの下地持ってる、うん、を艶肌になれるという下地なんですけれども、はい、パールが ね入ってて、僕パールが入ってるもんちょっと苦手で、おだってもう女の子になっちゃうじゃん、だってもうそんなケバになっちゃう、まあ、ギラギラって思っちゃうからね、ギラギラになっちゃうじゃんって思って、あ、ずっと苦手やなって思っててんけど、あの普通にファンデーションの色を、ファンデーションって言わんかったよ、ね、あ、ごめん、ファンデーション今ファンデーションの色を生かしたツヤ肌はいはいはい、にしてくれるの、うん、今回の最強の、うん、あの推しのファンデーション、おいきます、はい、せーの、じゃん。これは何でしょう。これバイユア。すっごい白光りしてて何も見えない。違う、違う、真っ白な、真っ白なの。これ田中みな実さんとあと神崎めぐみさんが、はい、もう推してたファンデーション、ね、僕ずっとこれ多分もうみんな知ってる人は知ってる、うん、これエグい。もうねセミマットなんですけど、うん、もうねナチュラルに仕上がって、うん、ファンデーションででもなんか常にもうなんか、ね、新しいのが出るから。前世紀ってね。でも私は前世紀のファンデーションにはもう出会ったね。あ、出会ったの？出会った。あんたはファンデーション難民というか、まあ、うん、何出会うなーっていうのをリピートしてたけど、うんうんうん、いや、あんたのやつも聞きたい。私のやっと固定したなっていう。何？ファンデーションもこれも大バズりしてるはいるけど、うん、もう実際バズる理由わかるよねっていう、こちら、はいはい、資生堂の、エッセンススキングローファンデーションの、いいね、ね、私は140番を使ってるんですけど、崩れへんファンデーションなんかないからこのように、うん、はいはいはい、ね、なのでどっちかというと塗ってるか塗ってないかわからんぐらいのさらっとしたテイストのやつが好きなんですよ、うん、でそれのもうなんか最上級だと思う、うん、ほんまに美容液とか塗ってるだけみたいなテンションやねんけど、ちゃんとファンデーション、これ久しぶりにめちゃめちゃいいなと思ったファンデーション、うん、こちらです。なんでしょう。じゃじゃん。このシルキーバームプライマーっていうんですけど、これね、これはこういう感じで中身がね、あのプライマーで、ちょっとテクスチャーが硬いんですけど、うんうん、あの手に乗せたら硬っと思ったけど、うん、スル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 毛穴に入るプライマーで、下地とファンデーションの間に使うやつ、うん、僕それで使ってるんですけど、うんうん、毛穴撲滅隊、もう精鋭部隊、ね、進撃の巨人でリヴァイ兵長の精鋭部隊って感じ。毛穴を最強部隊や、ほんと最強に毛穴を駆逐するあの人たち、本当にだから調査兵団の中でもさらによ、さらに上の方たち。そう、これもうファンデーション、ファンデーション買いすぎじゃない？そう、ファンデーション僕今すごい、もう今ね、いろいろ3軍までやりたくて、いろいろあれ漁ってる、はい、あのウェイクメイク の、 あのウォーターベルベットカバークッション、うん、これ今インスタでクソバズってて、でただバズってるからただ試してみたいっていう、俺試したいんよな、いろいろ。あんたバズるの好きやね。バズりがね、バズるのばっかり。めっちゃもうみずみずしい
なんかプルンプルンなファンデーションになる。こちらボンジョンヨの、モイストアップレディスキンパック、あのメイクのりのねスキンケアで割とみんな使ってる人も多いと思うねんけど、あんたも使ってるよね。うん、これは私もともと使ってなかったんけど、うん、新幹線移動とかもうほんまに移動が多すぎるんよ、自分たちって意外と移動してそこにメイク道具を持っていかないといけないってなるとこが多いねんけど、その時にスキンケアはもうできれば持っていきたくないわけってなった時にこいつがすっごい大活躍してくれるの。この人がいてるだけであの肌の潤いを保ってくれるので、で続きまして、はい、私のバイオライナー、アイライナーですね、ヒロインメイクの超耐久アイライナーの、私がずっと使っているのは漆黒ブラックでございます。漆黒ブラック、やっぱもうアイライナーはがっつりブラックでもうギャーンといくよっていう、ギャーンといくよ、もうブラウンとかグレーとかそんなおしゃれな色使ってるわけないよねっていう感じ。おお、攻めるね。 黒一択だよねっていうので、私はほんまにアイライナー黒しか使ったことない。マジで泣いてもプール入っても、うん、ほんまにずっと綺麗。何やろな、何使ってでもやっぱちょっとにじむなとか思うけど、この人ほんまに取れへんの。だから絶対これしか使いたくないって最近はもう思うようになってて。検証してみて今か。え、でも私何個も使ってきたもん今まで。違う。何？今ここで自分泣かすから。いや、泣かしてみよう。どうやって泣かそうかな。怖い思い、悲しい、感動、どれ？一番でも泣くのどれやと思う？そんなかったら。多分人人関連で感動はまず泣かへんやろ。大阪の実家行って家族。おお、すごい犯罪。おお、相方の家族に犯罪。ガチやばいこいつ。しかもあれなんや、一番私多分その中で泣くの感動やねんけど。じゃあ待って、今の流れちょっと鳥肌立った、やば。すごいね、でも私の家族に何かあったらもう一番に疑われる。なんでやねん。これがだからもう証拠や。なんでやねん。せーの、じゃん。あのコスデコのね、コンフォートデイミスト、バランシングモイスチャー、モイスチュア。あれなんですけど、これはすごいね、ミストが細かくて、うん、匂いもね、すごい上品で、最後、メイク終わったぞっていう、なんか思えるような、締めの匂いというか、うん、なんかゴージャスに。でもさ、いい匂いするよね、シンプルに、フィックススプレーって。うんうんうん、そうね、うん、まあ、いい匂いで、うん、まあ、匂い目的ではないんですけど、あ、そうなんや、まあ、ついでに、匂い目的じゃなかった。匂い目的ではないですよ、幸いに。うん、お願いしますね。こんなじゃあ、フィックスするのとフィックスしないので変わるの？変わる。鼻周りが俺は変わる。なあ、全然違う。鼻周りやっぱなんかふえーってなるもん、なんか0時前ぐらい。知らんかったら。なんで0時前までメイクしたままでおるん？なんでそれ、ちょっと飲み会行っちゃうみたいなあるやん。ないもん私それ。朝まで行ける人たちはフィックススプレー必須ってこと。もうやめて、朝夜遊びする人たちはフィックススプレー必須みたいな。いや、そんなことないと思うね。別にその夜遊びせえへんとみんな使ってるけど、私が今まで下地でリピートしたいって思うものってあんま出会ったことがなかったんですけど。おー、下地。そう、下地、うん、けどそれの中で出会った下地、じゃん、うん、カネボウのベールオブデイっていう、これは日中の美容液プラス日焼け止めにもなるし、美容液的な成分保湿とかもしてくれる、うん、化粧下地っていうよりはなんか潤いチャージ的な役割。これめっちゃいいの。なんかテクスチャーっていうか、その触り心地、使い心地もめっちゃいいし、これをしたのとせんのでメイクのこう保ち方が違う。ツヤ肌を目指したい人とか、そのなんでこんなツヤにならんねやろうとかっていう人たちは、その下地の前とか下地を見直したらだいぶ違うと思う。下地、仕込み、仕込みが大事やね。仕込みね、下地を仕込むみたいな、なんかあるよね。そうそうそう、もうだからみんなラーメン屋とかさ、もうそういうのもさ、仕込み大事って言うやろ。スープとかそういうのに命かけてるわけやんか。だからメイクもね、あの仕込みが大事です。だから、はい、どうぞ。いい、深掘りはもう、あ、いいよ、してもらっても全然いい。だから例えば豚骨スープとかでも鶏ガラと豚の骨とかいろいろ。続いて、はい、参ります。せーの、じゃん。でっかっの朝用洗顔。これ僕もう2本目なんですけど。夜はあかんの？夜用もある。あ、そういうこと。夜用も使ってる。夜用、朝用使ってて分けなあかんの？ね、あ、分けるでしょう。え、朝用ちゃんと分けてる？私は特に朝洗顔せん。あ、そう、朝ね、水でいいの。私は、あ、水しかいない。うん、水でいいんです。寝る前にやったスキンケアが全部ね、油とともに全部落ちてしまうから水でいいんです。だから僕は水から。じゃあ何でやるんですか？って聞いて、ジェル、
これもしっかりと、え、ジェルって間違って髪の毛塗ったりとかしてるんですか？あー、ほんまにさ頭のあのジェルのな、整髪の方のジェルじゃねえんだよ。じゃん、コスメデコルテの、トーンパーフェクティングパレット、これコンシーラーなんですけど、コンシーラーね、その初めて見た。あ、ほんま、うん、コスメデコルテのコンシーラーはメイクさんとかめっちゃ使ってる。ほんまにちゃんとコンシーラーの役割してくれんねんけど、ファンデーションの邪魔をしないの。だからほんまにめっちゃ素肌綺麗な人になれるやつ。あ、なるほどなるほど、うん、しかも色がなんかあの4色入ってて、うん、それを使い分けることによって、じゃあちょっと赤みがあるからここをちょっとこの赤く、なんていうの、隠す色で塗って、でこっち明るい方で塗ろうとかもできるし、なんかハイライトとしての役割とかできるようなやつもついてんねんけど、隠したいけど厚塗り になりたくない人はめっちゃいいと思う。なんかあのコンシーラー僕使わないからちょっと分かんないんだけど、なんかその硬い、テクスチャー硬くて、ポコってなんかちょっとなんかっていうイメージがあるけど、素肌感に近い、馴染むやったらいいな。そう、ファンデーションから、あ、ここコンシーラー塗ってんやなってバレるっていうのが嫌なポイントやろ。いや、そう、けどそれが絶対にない。分かるもん。あ、そうなんや。いいよ、これめっちゃいい。いいね。楽しい、ね、楽しい。よかったね、大好き。そういう話ね、まさかパパラでこんだけ語ることになるとはな、ほんまに。せーの、じゃーん。これウカというね、ところのスカルプブラシですね。はい、これはね、もう普通にもうお風呂でスカルプ頭皮マッサージをしましょうというね。頭皮マッサージ系な。マッサージ系が好き、めっちゃ。そう、あ、本当。めっちゃいろいろある。じゃあ続きまして私行かせていただきます。こちら。あ、待って、これ見た。ミシャの、グロースキンバーム。見た。けどこれテクスチャーやばいの。もうほんまに、あ、求めてる、これ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 っていう、なんか今からメイクを始めたいって思えるような肌のベースに仕上げてくれるやつ。スキンケアうまくいかんけどもうメイクせなあかんとかなったりとか、たまーにするやんか、けどその完璧な状態のあのもちもちプルの、今からメイクしたらこれは最強にノリいいんやろなっていう感じの肌にしてくれるようなクリーム。はい、こちらじゃん、フーミーのコントロールカラーライナーで、これはあのアイライナーのジェルライナーって感じ、ジェルのライナーなんですけど、ジェルか。そう、これあのラメ入ってる桜の庭っていう色やねんけど、目のね、この目の下の、でも粘膜全体に塗るのは好きじゃないね、粘膜全体に塗ったら、ほんまに今のなんていうの、ザ・ SNS で可愛いって言われてる女子みたいにはなれるけど、それは好きじゃなくて、私はあー、わかる、それアイシャドウの茶色をこの目真ん中を開けて、こっちと目頭と目尻から塗んねんな、真ん中空いてるスペースにだけこのギラギララメを入れるんですよ、このまつげの間に。こっち系のカラーやねんけど、これを仕込むことによってまつげないねん、私下まつげ。やねんけど、まつげめっちゃある人に見えるというか、し、ここだけラメやから、なんか涙袋ぷっくり、なんか盛りに行ってるなっていう感じがなく盛れる。からすごくおすすめ、この塗り方っていうので、こちらの風味ですね。続いていきます。せーの、じゃん。オバジのこれビタミン C インナーリポショットっていう粉末タイプで、オバジなのでなんかよくあの美容液とかにスポイトでね、あのよく皆さんあのイメージがあるあそこのオバジさんが開発してるビタミン C 系、やっぱすごい好きなのよ、毎日取るから。やっぱ29歳でもまあまだ比較的元気に入れてるのかなって思うので、ビタミン C は欠かせないということで、じゃあ感謝してビタミン C、 ビタミン C もありがとうございますということで、今回も新しいまたビタミン C の2000すごいねっていう、でも良さそう、うん、じゃん、マキアージュの、ドラマティックリップトリートメント EX リップクリーム、うん、リップクリームやねんけど、うん、プランパーみたいなやつを塗ってたのね、うんうん、けどそれなくなったからなんかいいのないかなと思ってて、レジ横に良さそうなのがあって、テクスチャー、うん、ほんまに良さそうなやったんよ、2200円してんけど、これ高っと、うん、高いねんけど、まあなんかいつもなケチる癖があるから、もうこういう機会になんか買ってみようかなと思って買ってみた、うん、ほー、せーの、じゃん。これナンバーズインのね、これ白玉グルタチオの C のナンバーズイン信者なんだ。そう、これはもう僕はもういつも使ってるやつ、ね、使ってます。これはもう本当にね、すごいあの毛穴のキメがよく、美容液、美容液、おお、じゃん、ちっちゃ、こちらエレガンスの、うん、ラズルアイカラー、あの15番ですね、こちらチーク、
アイカラー。あ、違うかな。この伝わらんな。ちょっとこの光を当てた時のこのラメラメ感わかります？これがピンク系のラメやねんけど、えラメが細かくて、ラベンダーじゃない？うん、ピンク系のピンクがちょっとかかってるラメやねんけど、ラメめっちゃ細かいし、なんか何のメイクにでも多分合わせれるんやろうなと思って。で、白系のラメはあるし、なんか茶系のラメも持ってんねんけど、こういうピンク系のラメって意外と持ってないなと思って、このアイカラーを買ってみました。続きましてこちら、じゃん、ロム&の、G メルティングバームのヌガーサンド5番ですね。これ何それ、なんかもうツルツルじゃない？そう、もうこれが今こうやって見る、見る感じにしては別にただのリップやんって思うと思うんだけど、塗ったらほんまオイルなのかリップなのかお前どっちやねんぐらいツルツルになるテンションのリップ、水光リップみたいな。はい、僕もね、あの違うメーカーで水光リップ買った、いやな、もうこれ持っとけばちっちゃいし、持ち運びも便利やし、僕もリップを買ったんですけれども、こちら指原莉乃ちゃんが監修、あのあれしてるリリミューですね。リリミューの僕04番ですね。そう、色味がちょっと茶色っぽい、茶色なのかな、茶色系が使いやすい、オレンジ、そう茶色、オレンジ、茶色なのかな。そうそう、あのピンクとか僕合わないので、落ちづらくてベタベタせずっていう感じで、でもツヤツヤせず、でもマットマットせず、だからメンズも使いやすい、メンズ使いやすいかもしれない、これ、もう一個下地で、お気に入りで使ってるやつがあるんですけど、それがこちら、じゃん、ヒースの、セカンドスキンハイドレーティングプライマー。ほんまに滑らかな下地って感じ、化粧下地で、なんかツヤ肌なられへんとか、ちょっとファンデーションとの相性悪くてめっちゃ崩れるとか、そういう悩みってめっちゃあるやんか。うん、確かに。けどこの下地ほんまに優秀で、マジで崩れへん、塗りやすいし、これでほんまに下地ちゃんとなんかできるんかなぐらいめっちゃ馴染むんよ、スキンケアの乳液とクリームの間みたいな柔らかさ、なんかもうスキンケアに近い下地っていい、やっぱ最強、ちょっと不安になるぐらいってマジで、そうだね、その後っていい、あの馴染むよな。そうで、なんかもうね、そうなんだ、ちょっとしか出してないのにめっちゃ伸びるし、だから私なんか同じような系統を3個買ったって感じかな、これ。これは割とスキンケアに特化してる系やけど、あのこの2つはほんまになんかスキンケアと下地の間ぐらいのテンションで塗れる、下地、下地の悩み抱えてる人たちはちょっと1回使ってみてほしい。なんかもうベタベタしすぎるとか、なんかその下地でなんか色つきすぎるとか、なんか重たすぎるみたいなのが嫌な人たちは、軽いの好きな人は多分めっちゃ好きやと思う。僕がいつも愛用しているパウダーのまずの、ライトディフリフレティングセッティングパウダーのこれブレスティング、ブレストの方ですね。めっちゃそれ。めっちゃです。そう、これの僕いつもねパウダーの方を使ってブラシでっていう感じで、田中がも使ってる。使ってたけど、私は今はもっと自分に合うパウダーを見つけてしまったので。あ、なるほどね。私は今あれですね、MMC っていうブランドのパウダーかパーフェクトダイアリー。ああ、パーフェクトダイアリー。私ずっとパーフェクトダイアリー。パーフェクトダイアリーかの、なんかさ、あれのイメージがあるアイパレット。アイパレットも優秀やけど、なんで逆にパウダーこんなにもっとバズらんの、アットコスメに売ってなかったん。だから買われへんかった。ほんまはアットコスメでこれが売ってたら買って紹介したかったぐらい、私は超愛用品なんですけど、もったいないで、ほんまにこれ使ってないのって思う。だからいや、そのナーズを横にして言いたくないけど、全然全然、それはもう今あなたのオフィスの中国のあれやんな、中華メイク系の人って中華のパウダー好きだよね。めっちゃいい、崩れないみたいな、何か言ってる。ほんまに崩れへん。うん、今までの私のメイクの崩れ方と最近のメイクの崩れ方をみんな、なんか見返してほしいぐらい。いや、そのどれ見返すねそのYouTube 上で。あ、田中課長今崩れたって分からんやつ、難しいけど、今ナーズの、すいません、けどすいませんけど、何には申し訳ないけど、めちゃくちゃ俺の出番なんだけど。だったら多分他のやつ使われへんくなると思うね。化粧はね、そうなの、常に常に常に、うん、常にその日のその日の時の自分の肌に合ってなんか合わんくなってんってとかあるからな。そう、ババアになるから、田中がもう、だからその人にババアって言えたよね、本当にね、うん、クソジジイが、おーい、クソなんて俺言ってねえやん、ババアでは。うん、そういうとこや。じゃあもう最後に私の本当にとっておきを教えるね。じゃん、ローラメルシエの、ティンテッドモイスチャライザーブラッシュの P2 番。
ですね。これ、うん、フェイスカラーって書かれてるんだけど、これチークなの、うん、私最近このチークに、うん、こっち系のチークに変えたのね、うん、なんでかっていうと最近のやっぱ流行りのメイクってザ・チークのしてますっていうよりは内側からこう出てくるチーク、うん、じんわり血色系の顔面がやっぱ流行ってるわけやんか。自分のメイクもちょっと一旦そっち系に変えてみようかなと思ってそういうのにしたの、うん、ってなった時にファンデーションとチークをのせるタイミングを一緒にしてるのね今私。あ、はいはいはい、ってなったらこのチークとかが超優秀でもうほんまにあのファンデと一緒にのせるから言うたらクッションファンデーションと一緒なのそっち系のチークって。だから馴染むでしかない、ね、逆に言うと。あ、じゃあちょっとあの下地がこう崩れる心配がなくて、うん、もう一緒にもうなんなら同じやから一 そう一緒にもうそのファンデーションと同じ感覚で、うん、もうその上から一緒に。そうそうそう。で上から柔らかいんだ。あ、もうほんまにクリームって感じ。同じ感じでファンデーションみたいな感じ。へぇ、そうだからもうほんまに今時のザ流行りのメイクが叶うって感じ。こういうパッて初めて今日トミカが出した。あ、確かに出したくないからね基本。こっち系こっち系もうこの時点でだって馴染んでるやん。おー、いいねみたいな感じ、うん、この。あ、いいね。だから上からこれとファンデーションと勝手に混ざって肌の上でね混ざってくれるから、あ、元からこの人血色いいんやなっていう。あ、今寒いしちょっと赤くなっちゃってるんかな可愛いぐらいの赤さ、うんうんうん、そっか、めちゃくちゃわざとらしいようなチークの色にならんってことやんな。じゃない、だからチーク難民はこっち系を使った方があのメイク上級者になる。楽しかった。以上です。めっちゃ勉強になる。語りすぎるくそ。まあでも真面目チャンネル、大真面目美容オタクチャンネルってことで。いや大好き本当にね、うん、感じで私たちの大本命アットコスメ10万円分でした。まあ参考になることしか多分今日は言ってないと思う。そうです。だからもう参考にしてみてください、うん、してみてください。たまにはこういう回もありかも、うん、これがまたとんでもなく再生回数低かったら、まあ、第2弾とかももしかしたらはある、ないですよ。その再生回数が低かったら、みんなありがとう、バイバーイ。